臨在期限臨在宗は、中国の禅宗語家の一つで、日本仏教においては、禅宗の一つ。また、鎌倉仏教の一つである。臨在宗は、その名の通り、海省の廃仏後、東松の宗祖臨在期限に始まる。臨在は、中国禅宗の祖とされるダルマから数えて六代目の、南宗禅の祖、宗慶宝から寺の絵能の弟子の一人である、南岳絵城から、 馬ソ同一、百条懐海、大幕キュンと続く包形を継いだ。下北の地の臨在寺を拠点とし、信仰の反鎮勢力であった、主芸の理軍節土氏の王将尉を、指持基盤として、修正を新調した。臨在は、勝の臨在、臨在将軍の異名で知られ、合法な花風を特徴として、中国全交流の頂点を極めた。しかし、末五代の混乱した時期には、 河北は豪町を中心に混乱した地域であったため、修正が振るわなくなる。この時期の中心人物は、カザ延ナベ賞である。臨在宗が再び活気に満ち溢れるようになるのは、北総大であり、石層祖園の門下より、共に、後世を羊とする、横領江南と容疑型会という、臨在宗の主流となる二杯を生む結相が出て、中国全土を席巻することとなった。 南宋大になると、容義派に属する援護国勤の弟子の大江宗公が、石膏を拠点として大江派を形成し、臨済宗の中の主流派となった。宗大の大江宗公と宗統宗の高知小学の論争以来、宗統宗の木庄禅に対して、公案に参求することにより検証しようとする神奈禅がその特徴として認識されるようになる。宗門では、 ゴータマシッダールタの教えを直接に受け継いだ、マハーカーシャッパから28代目のボーディダルマを得て、インドから中国に伝えられた、ということになっている。その後、臨済宗は、宋時代の中国に渡り、学んだ英才らによって、鎌倉時代以降に、日本に伝えられ、様々な流派が成立した。英才が伝えたのは、横領派の教えだが、春城が伝えた容疑派の教えは、 全州二十四流のうち二十流をまでを占めるまでになった。なお、江戸時代に伝わった大幕州も元来中国臨在州の一派である。主から弟子への悟りの伝達を重んじる。釈迦を本市釈迦におらえ大和大とボと、ディダルマを諸祖母大ダルマ大師、臨在を修祖臨在大師と呼ぶ。同じ全州の総統州が地方豪族や一般民衆に広まったのに対し、 鎌倉幕府、室町幕府という時の武家政権との結びつきが強かったのも特徴の一つで、京都御山、鎌倉御山のどちらも全て臨済宗の寺院で占められているほか、室町文化の形成にも多大な影響を与えた。しかしその後、足利氏の県政と共に臨済宗も衰退していった。江戸時代になって、白隠禅師によって臨済宗が再建されたため、 現在の臨済禅は白隠禅とも言われている。そして白隠は中高の祖として知られる。この時代、臨済州で勢力を拡大したのは明神寺派と大徳寺派であったが白隠も明神寺派の出である。明神寺派はこのほか、愚道あずま誠や一志文森を輩出している。一方の大徳寺派では卓安双方が有名である。また、江戸時代は 各州派において学林が栄えた。臨在州では、明神寺や大徳寺、京都御山、それに鎌倉御山などに学料を設けられ、修学の伝授と、住職資格の扶養になった。大韓民国や越南など漢字文化圏の国々に伝わっている。法師という師匠から弟子へと悟りの伝達が続き現在に至る。師匠と弟子の重要なやりとりは、 室内の秘密と呼ばれ師匠の部屋の中から持ち出されて公開されることはない。師匠と弟子のやりとりや師匠の振る舞いを記録した前後録から抜き出したものが公案と呼ばれ、宋代から様々な修正が編まれてきたが、悟りは言葉では伝えられるものではなく、現代人の文章理解で読もうとすると公案自体が拒絶する。しかし、悟りに導くヒントになる。 事柄の記録であり、禅の転籍は、その創立時から現在に至るまで、非常に多い。それとともに、創大以降、禅宗は、神奈禅という、禅語録を教材に老師が帝王を抗議するスタイルに、変わり、臨在をはじめとする東大の祖師たちの異様は見られなく、なった。師匠が肉体を去るときには少なくとも、後継ぎを選んでいくが、後継ぎは、 必ずしも悟りを開いているとは限らず、そのことは、師匠とその弟子だけが知っている。新しい師匠が悟りを開いていなくとも、悟りを開いていた師匠の時代から数世代の間であれば、世代を超えて弟子が悟りを開くことは可能なため、そのような手段が取られる。師匠は、一人だけではなく複数の師匠を残していくこともあれば、師匠の判断で後を継ぐ師匠を残さずにその流れが、 終わることもある。いくつもの主流に分かれ、ある流れは消えていき、その流れのいくつかが7世紀から現在まで伝わっている。禅宗は悟りを開くことが目的とされており、知識ではなく、悟りを重んじる。禅宗における悟りとは、生きるものすべてが本来持っている本性である仏性に気づくことを言う。仏性というのは、言葉による理解を超えた範囲のことを認知する能力の、 ことである。悟りは死からで死へと伝わるが、それは言葉による伝達ではなく、座禅、公安などの感覚的、身体的体験で伝承されていく。いろいろな方法で悟りの境地を表現できるとされており、特に日本では死、絵画、建築などをはじめとした分野で悟りが表現されている。相談以降公安の体系がまとめられ、 疑似的に多くの悟りを起こさせ、集門流星のために多くの前奏の排出を可能にした。公案は、前後六から抽出した、主に主と弟子の間の問答である。弟子が悟りを得る瞬間の契機を伝える話が多い。公案は、論理的、知的な理解を受け付けることができない、人知の発生以前の無垢の境地での対話であり、考えることから下脱して、 公安になりきるという比喩的境地を通してのみ知ることができる。これらの公安を弟子を導くメソッド集としてまとめたのが公安体系であり、500から1900の公安が知られている。公安体系は死の家風によって異なる。修行の初期段階に与えられる公安の例、戦国時代、元死への外交像として活躍した安国自衛系はこの宗派。 明治十三年までは、東福寺派に属した。臨在宗の葬儀は個人を、二つの弟子にするための式であり、樹海、玄樹、印道などの構成からなる。また印道を渡す儀式の途中に同志が、勝つと叫ぶことがあるが、これはこの世に対する未練を取り除き、邪悪を払う意味がある。松明に見立てた先の赤い棒を投げるのも、光明を照らし、迷いを断ち切る意味がある。陰景 太鼓、病鉢、などが用いられることが多い。ありがとうございます。